次は探検見ますかね。探検はこの時アルゴってやつがマジで強いみたいで、この状態上の敵に対して攻撃力が上昇、1スタックにつきなんちゃら上昇ってあるんですけど、この状態上毒、火傷、出血、凍傷すべてに対して適用されるんで、4つ状態上99スタックにしたらマジで攻撃力が上がってやばいことになるので、まあやっぱりそのギルランとか、あれですね、どうなんだろう、81層フロアボスのラングレンってやつ効くのかな。このラングレンってやつが状態異常が弱点なんですよ。だから残水、これ残水しか効かないんですけど、ほとんど残水の探検モッド でこれ装着してやったらどうなのかなっていうのが少し気になってますね。敵をねどれくらい状態異常にするかっていう話なんですけど、あと夜空に咲く花勇気、これは前効果テキスト修正されたんですけど、ちょっとちょっと微妙な感じがするけど、まあ、多分つけたら強いんじゃないかって思うんですよね。確か俺持ってたかな。でも俺探検モッド確かまだ持ってないのでまだわかんないんですけど、あとこれね、残星でねマジで有名なスキルです。これは探検だけどマジで強い。バーストで打った時のスキル威力が3000超えてるんですよ。スキルレベル80の時点で限界突破してないのに。 SP30 以上の時は SP 消費なしで発動できるんですよ、バーストが。でこれやっぱそのさ、残星がすごいさ、使う場面が多いって話したんですけど、まあ、74層フロアボスもそうだし、カオス175もそうだし、まあ、35層フロアボスも弱点残星なんですよ。あとは48層のダンジョン周回もやっぱ弱点属性残星だったり、35層ダンジョンですね、それもやっぱ残星だからボスに使う時もいいかもしれないですね。これあとこれちょっと気になってるんですよね。残風なんですけど、カオスカガチに使えるのかな。まあ、ちょっとわかんないですこれは。あと最強スキル紹介で絶対欠かせないのがこのハープコハル。これブレイクゲージ増加量が多い効果を持ちながら残星なんですよ。マジで大きい。これがブレイクできるかどうかっていうのがすごく大事で、あとこれスイッチで打つと火傷、出血、凍傷にする効果があって、これやっぱギルドランキング戦とかでも使えるし、今状態以上にできるかってすごく大きいんですよね。さっき言った81層フロアボスのラングレンにも使えるんで、あとこれですね、探検なのに刻印っていう効果を持つんですよね。残星だからさっき言ったその74層フロアボスとかいろいろ使えて、探検の刻印ってマジで大きいんですよ。スイッチで発動しなくても発動するんですよ、これ刻印が。マジで強いです。あとはハヤブサ斬りにいいスキルとかあるんですけど、今ハヤブサ斬りあんま使ってる人いないんですよね。あとこれやっぱトレジャーハンターフィリアってやつ、これほとんどさっき言ったシトロンナイトアリスってやつと同じなんですよ。これ残星のやつで効果がほぼ一緒なんですけど、まあ、この生属性の鬼バフってやつで生属性ダメージが増加する効果もあって、刻印は探検の方が強いかもしれない。でもそのシトロンナイトアリスとこのトレジャーハンターフィリア、どっちも持ってればカオス透滅戦とかでどっちも撃てるので、どっちも使ってる人見たことあるんですけど、なんか良さそうだなって思いました。あとそうだ、紹介忘れてた、一番の思い出シリカ、これが81層フロアボスにめちゃくちゃ使えて、自分の状態異常を全部解除しつつめちゃくちゃ回復するんですよ、81層フロアボス戦で使うと。っていうのもあるし、探検バーストだとこのキャプテン勇気ってやつ、これがね敵状態異常にしやすくする効果もあって、状態異常スタックの数を上げることもできるんで、バーストで打つとねこれスタック数増加させる効果とか、これも結構使えるって言われてますね。次両手斧いきます。トレインコンダクターユージオ、これめっちゃ強いです。敵 HP50% 以上っていう条件あるんですけど、攻撃力 250% も上がるのでマジで強い。あとトラップクッキーアルゴとか、まあ、この寝相の情報提供者アルゴもそうだし、このね幸運のナインテールリーフはマジで強いです。有名な作詞のアクスアルゴってやつと同じような効果で、外周一色4バフっていう効果を持つんですけど、これバフスキルといってソードスキルと違って打つと敵に攻撃するんじゃなくてバフだけが発動するんですよ。これがマジで大きくて、敵に攻撃を当てなくてもバフが発動するのでマジでいいスキルですね。俺使ってます。あとはこの諜報の天才アルゴっていうのが、まあ、追加効果もいいし、広範囲全体攻撃なのでモブ狩りがしやすい。あとね、雨に歌えば勇気とか、これもね三角三つの追加効果でめちゃくちゃ強いですね。
陽気な狼娘アルゴ、俺使ってますね。あとはね、天職の務めユージオっていうのがさっき言ったその作詞アルゴみたいな、まあさっき見たのはキツネリーファってやつで、まあ代用可能なやつだったんですけど、こういう、これね、これと併用できるんで、ただ15秒間って効果時間がマジで短いんですよ。ただクリティカル発生率めっちゃ高められるので、まあ、使う場面はある感じですね。あとやっぱさっき言ったね、この作詞アルゴ、こっちはひるみ耐性が上昇する効果もあるので、はやぶさ斬りっていうテクニックを使うときにすごくいいスキルです。あとそのはやぶさ斬り必須級スキルっていうのがあって、この恥じらいナーズコハルってやつが、まあ、強いんですけど、最近もうはやぶさ斬りってあんま使われなくなりましたね。あとはこのアナライズっていう効果がね、ギルドランキング戦でめっちゃ使えるので強いし、これですね、やっぱはやぶさ斬りと言ったらこれ、トップスピーダーリーファー、はやぶさ斬りするのであればそれがマジで必須級ですね。あとボヘミアンペイントアルゴ、これもはやぶさ斬り必須級スキルで、このね着物リーファー、これが作詞アルゴの代わりになるとは言われてるんですけど、敵に攻撃当てないとバフが発動しないのでちょっと使いにくい感じですね。あとは火消しイギル、ダーミズのオノモットっていうのがマジで貴重で、カオス175で使えるんですよ。カオスアスラだっけな、ダーミズなんですよね弱点が。あとはこういうねモッドスキルだけどなんかモッド素材になりそうなやつとか、これも効果いいですけど、ダー星属性ってどこで使うのかな、今どこだろう。あとこれ溢れる知恵リーファー、これねダヒなんで、ダヒは75層フロアボスにも使えるし、なんか使える場面結構ある気がします。あとこれね、応援エギル、ダーミズでねマジでトップレベルだと思います、強さが。火消しエギルとかねめっちゃ使える感じしますね。やっぱその斧のモッドスキルで全体攻撃っていうのが大きくて、75層フロアボスのスカルリーパーってやつが全体攻撃打つと複数箇所攻撃判定ができて一気に削れたりするので、全体攻撃の斧モッドは強いです。あとは今のところこのオノコネクトって効果強そうに見えるんですけど、俺使ってみた感じちょっと微妙なんですよね。で、スカルリーパーでも、なんか微妙な気がします。まだわかんないんですけど、まあ、なんか効果強そうに見えるんですけどね。多分、まだ、どうなんだろう、微妙だと思います。次、槍スキル見ます。槍のね、モッド素材、これ強そうですね。これ多分マジで強いです、ここら辺。俺持ってないからわかんないですけど、多分強いです、これ。ダメージが上昇する効果なんで、攻撃力上げる必要あると思うんですけども、ちょっとわかんないんですけど、これも強いし、多分。突風だしな。このサマーショットリーファーってやつ、これさ、クリティカルダメージが上昇なんで、クリティカルが発生できれば強そうなんですけど、まあ、槍スキルなんですけど、どうなのかな、強そうなんですけどね。あとこの紅葉の熱性ユナっていうのが61層フロアボスのナーシャに効くんじゃないかって言われてて、まあ、使ったことないんでわかんないんですけど、多分強いです。これバーストで3000超えるんで、スキル威力が。で、ブレイクゲージ増加量が多いっていうのもバーストで打つとつくんで、今の環境で船大工リーファってどうなんだろう。でも攻撃力上昇するデュエルバフっていうのがつくんで、でも敵の攻撃力が上昇するデメリット効果があるんで、ちょっとわかんないですけど、前は強かった。あとこのアナライズもいいし、これ突風でいいね。あの61層フロアボスに風のね鬼バフがつくっていうのがめっちゃ大きいと思います。まあ、槍のね、モッドスキルは大体、まあ、普通に強い感じはしますけど、まあ、こういう感じね、突風とかはすごい使えると思います。あと、突飛もね、こういうやつ突飛なんですけど、85層フロアボスに使えるんで、なんかボスに効く弱点のやつ持ってれば、十分強いと思います。次、弓見ます。弓は、このターゲットが自身に向いてないモンスターに対してっていうのがマジで強いんですよ。自分の HP が少ないほどまでついてる効果。これモッド素材なんですけど、これがマジでめちゃくちゃ強いです。これは三角が1個なんで、あんま強そうじゃないですね。これとね、その自分の HP が少ないほどターゲットが自身に向いてないやつに対してっていうやつのモッドスキルにこれつけるとマジで強いです。あと、シャイラパンシノン。これが85層フロアボスのブレイクにいいって言われてますね。突属性であればいいので、ブレイクゲージ増加量が多い効果もあって、ブレイクゲージ増加量が多い効果の発砲崩しっていうアビリティ効果があるんですけど、そういうアビリティつけて、85層フロアボスのスキルブレイクに使うと一撃でブレイクできるので、あと、スナイパーアイシノン。俺持ってるんですけど、このバフ効果中の敵に攻撃力が 80% 上昇っていう効果がマジで強いので、最強のモッドスキルですね、今のところは。もう最強レベルです。
まあ、さっきの天狗シノンかな、天狗シノンもめちゃくちゃ強いです。まあ、ターゲットが自身に向いてない敵に対してっていう条件があるんで、あれは。あとこれですね、俺持ってるんですけど、弓ってカジバ弓っていう戦い方があって、まあ、これここにまとめたんですけど、まあ、自分の残り HP が少ないほど強い効果をいっぱい使って戦うスタイルで、まあ、カジバインゴットって俺呼んでるんですけど、インゴットのデメリット効果で自分の HP が下がる効果があるんですけど、それをつけてインゴットをつけてない武器セットに切り替えると HP を残りわずかにして戦えるんで、それでめちゃくちゃ強いスキルですね。あとこれもカジバ弓スキルですね。逆境3バフってやつで、自分の HP が少ないほどクリティカルダメージが上がるやつ。これも強いですね。あとこれも自分の HP が少ないほど攻撃力が上昇するバフを持ってる感じで、覚醒スキルなんで、あとこれも自分の HP が少ないほどクリティカル発生率が上がるやつなんで、でこれね、ほんとよほどクリティカル耐性があるやつじゃなければ、これかなりクリティカル発生率が上がるんで、これめちゃくちゃいいスキルですね。これ持ってるんですけど。あとはこれ、自分の HP が命中すると減少するデメリットがあるんですよ。1体に当てるだけで自分の HP の 33% 減って、で、これ全体攻撃なんで3体同時に攻撃すると、もう 1% しか HP 残んないんですけど、まあ、そのデメリット効果がある分、マジで強いんですよ。風の鬼バフっていう、まあ、風ダメージ 39% も上がるんですよね、これ。スキルレベル80で。あと、キリトをセットするほど強いとか、まあ、これ、やっぱ、突風だから、61層フロアボスにいいし、まあ、これも、HP 少ないほど攻撃力が上昇する、カジバ必須級スキルなんですけど、あとこれ、幻惑シャッフルシノン。これが85層フロアボスのブレイクに行って、さっきシャイラパンシノンがいいって言ったんですけど、それと同じ感じで、これ技名がスティッチって書いてあるんで、で、ブレイクゲージ増加量が多いので、これめっちゃいいですね。あとこれですね、最近、この動画撮ってる時点では最近なんですけど、この突飛のやつ。これがやっぱ85層フロアボスにマジで効きますね。突飛なんで。と、これは突水なので、カオス135のカオスグリフィンに効くので強いです。と、これ突風なので、まぁ、大体ね、このね、突風は強い。ナーシャに効くので、61層フロアボスの。あと、これもね、突飛なので、85層フロアボスに効くし、これがマジで強い。自分の HP が少ないほど、ターゲットが自身に向いてないモンスターに対して強いやつ。これが、もう他にも色々強い効果ついてて、マジで環境トップレベルです、これが。あと、これね、突飛だし、これね、突風で、俺持ってるんで、まあ、61層フロアボス周回に使ったりします。で、次、盾なんですけど、盾は、この万全の備えユナってやつ。有名スキルの盾傷ってやつがマジで強くて、これと同じ忠義の盾4バフっていうのがあって、で、これがね、代用可能なので、これもめちゃくちゃ強いです。最強レベルですね。で、今回は、ソードスキルの紹介で終わります。マジで多分動画長くなっちゃったと思うので、次は、アビリティの最強スキル紹介をしようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると、次の動画作りのやる気が出ます。では、失礼します。